香港チャンネル。香港さん、はい、千原ジュニアさんが、うん、香港さんと板尾さんのツーショットをインスタグラムに上げて、結構ネットでもこう、はいはい、話題になってましたが、あれはどういう状況だったんですか？あれ、ザオの1本目と2本目で審査員、はいはい、ね。で、それで、んだら2本目板尾やって、はい、で、まあ、2本目やから絶対におるやろ。まあそうです。おるやろ。はい、ほんで、俺メイク取って、はい、で、楽屋帰って着替えて、で、板尾おるってスタッフに聞いたら、はい、あ、おられますって、はいはい。あ、ジュニアさんもおられます、中に。え、なんでジュニアの中に入ってんねんとか思うやん。はいはい、俺の楽屋には入っていけへんねんな。はいはい、バーって入ったら、はい、板尾って、ジュニア、うわーってなって、はい、あーって、久しぶりって板尾。ほんで、まあまあええやん、座りいいやって。横座って、ジュニア急に、あーそうやって言ってカメラ持って、パパパパパーって取り出して、ほんで、で、元気にしてんのかいとか言うとって、今年は恥やった、は、初やってんや。対面が。うん。ほんで、もう、勢いやもん、恥ずかしいって。中に入ったん、入ったん、1分もなかったんじゃん。うん。で、パって行こうかなとしたら、ジュニアが、いや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 、いたもん、いやいやって言って、ほんで、ジュニア最後3人で、はいはい、入ってんの撮ってくれて、はい、で、ジュニアのインスタと、インスタとかネット見たら、ああやってくれて、ありがとう、ジュニアさんって、送らせていただきましたけど。はい、で、1本目の時に、はい、今日2本目、挨拶の時に2本目、いたおやから、ほんで、超新宿やってん。はい、あの、ザオ、ゲスト。はいはいはい。まあ、あの、セカンド見て感動してんって言うて、ほんまに漫才やりたなって、って。じゃあ、今日2本目いたおやろうって。言おうかなとか思ってんねんって言ったら、みんなが、ええってなって。はいはい。ほんで、楽屋行って、はいはい。で、言おうかなとね、まあ、まあ、まあ、恥ずかしい。まあ、ええかとか思って、ちょっとだけ喋って。はいはい。で、出て行ったんですけども。何を喋るんですか？最近どうやねんみたいな話。それしかないよ。ああ。ほんで、あの、パーって見て、俺の腕見て、ああどないしたんって。あ、日焼けや日焼けって、顔向けてるから、はいはい、サーフィンやからって。なんか、そんな感じだったな。なるほどですね。うん、それで、でも、なんかネット上ではね、うん、なんか、ダウンタウンファミリーで、まあ、集まってレアショットやみたいな意見もある反面、なんか、ダウンタウン派閥やーと、うん、派閥派閥って何やねんその派閥って書いてるやつおってな、なんかなあ、正直ダウンタウンファミリーという派閥感が好きじゃないって、何やねんその派閥感ほんで派閥で群れなきゃ生きていけないんかって、いやいやお前会社入ってないんかいと、うん、俺は思うけどな、漏れてるってよ、あのなんでここ何十年ご飯も行ってないで俺なそういう還暦のなんか集まりとか。集まりもないし。で、前あった水野さんの時のは、はいはい、あれやろ、う俺と板尾と今田と東野キムで、うん、行ったぐらいやん。あ、木村健がったんやな。うん、あ仕事で。うん、それやろ、うん。そんなんもう、俺も嫌やから、そこ、もう、ええやん、もう還暦とか、もう。もう水野さんの還暦だけは祝いたかったから、うん、それで俺はもうええわって言って抜けて。で、自分の還暦を祝って欲しくもないから、もう抜けて、うん、グループラインもパン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 入ってくるやん。はいはい、あだから抜けて、抜けたからって何も言うてけへんで、うん。じゃあ、派閥じゃないで別に、うん。世間が勝手に言うてるだけで、ね。勝手に言うてな。うん、だから派閥やからって言うて、何全部がずっと同じ番組出てる、うん、出てないよ。なんと俺一人だけ出てなかった時なんかあるで。はい、うん。そうですね。だから、このファミリーとか、ああ、言うのは別に俺あ、嫌いでも好きでもなんでもないし、俺ら自分らで言うたことないで。そうですね。俺らはダウンタウンファミリーやー、言うてね。ねえ、それって。ああ、組事務所でもないし。で、結局、板尾さんとはやりはるんですか今後。ああ、いや、ネタはやりたいなと思ってるから、あの、ほんまに、まだ直接は言うてないけども。うん今度、何本か一緒になる番組があるから、はい、あその時に、ネタ、何かしらやれへんかとは思うけどね、うん、イベントでもええし、ネタでもええし、はい NGK、ルミネ NGK 立ちたいなとは思うけどな。もう立つのも、
な、もう60やろ。そう、ね、最後のチャンスかもわかれへんやん。二人揃ってね。あ、うん、まあ、ちゃん、喋れるうちな。まあまあ、そうね。そうやろ。うん。俺もう、それで、その当時の人らが見に来てくれたら嬉しいなと。うんうん、そうですね、うん。なんかあの東野さんが前言うてはりましたけど、香港さんはすごいそのコントとか漫才とかやりたいやりたい言うてるけど、伊藤さんがなんかその気じゃないみたいな。ああ、まあそういう風に言ってるネタ、あいつの東野のネタかもわかる、うん。まあそういう温度差はあるかもわかれへんし、うん、やるってなったら、あな、別に、うん、やろうかって、うん、いうところ。ただ、あいつ、芝居とかドラマとかもあるから、スケジュールの取り方かな。うん、だから。うん、でも、空いてたら、ネタ合わせて、10分、うん、ぐらいの。うん。でも、セカンドって面白いなと思って、はい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 。で、やっぱり、最後、まあ、芸歴はみんな古いかもわからへんけども、うん、東野にも言うてんけども、あれ、やっぱり、トップ10、一組ずつ終わってからの方がええんちゃうかって言うたら、はいはい、あれ、予選はそうやってんて。はいはい。だから、全部後にやった方が勝っててんて。なるほど。人間の心理。はいはいはい。でもな、やっぱりな、一人3点3点つけれるやん。はい。どっちでも。どっちでもね。な、うん、じゃあ俺は、あの一組ずつ終わってからやった方が、うん、トップバッターとかもでも関係ないやん、はい、あれ。関係ない。M1 はなんか関係ありそうやん。まあそうですね。最初あんまり温まってないとかね。ああ、うん、難しい部分かもわからへんけども、はい、そこの点の付け方もあれやっぱり、そこちょっとやってほしいな。ずっともう全体的に、俺は、あの、ほんまに、なんやろな、劇場感もありゃ、うん、でコンテスト感も あるし、おもろいなと思うのもありましたし、うん、やっぱり、時代が時代で、金属バットと、はい、あの、囲碁将棋は、やっぱり、ズバ抜けてたな、と思ったな、うん。ああ。出たら負けるかな、とか思って。で、若い時の、あんな感じやったな、あんなネタの作り方してたな、とかな。はいはいはい、はい。いっぱいあるやん。まあそうですね。だからあそこに、まあ決勝ラウンドに行くまでに負けた、コンビ結構、まあね、すごい有名。シャンプーハルトも負けたやろ。うん、からジャルジャル。ジャルジャル。うん。うん、もう負けて。実力者がね、結構ね。うん、西田、笑い飯が、純潔かなんかの MC やってて、はい、ほんで、ジャルジャルと超新塾やって、はいはい、絶対にジャルジャルが勝つと思ってましたって言って、あの、昨日、ザオーのゾゲダのコーナーで言ってたな。うん、だけど、ほんまに、ほんで MC がそんな、あの、加担したばかんやないかとか言う。非常に言われてましたけど、ね、あれでもあの、観客が採点するじゃないですか。うん、まああれなんかすごいなと思ったのが、まあ一般観客が採点するんですけど、絶対その、誰かに意見を聞くじゃないですか。ああどうでしたって、うん。意見を聞かれることによって、多分入れる方も責任感が出てくると思うんですよ。うん、次。あ、自分もし当てられたなんか、なんかもう適当に1点とか押せないじゃないですか。うん、1点押した理由をね、こう言わなあかんの。あのシステム、聞いていくというシステムはええなと思いましたよ、ね。うん、ええけど、一点押した人は聞きへんかったやろ。あ、まあまあ確かにね。そうやろ。はいはい、そこやね、俺、あれ一点は必要ないと思うね。一点は面白くないやろ。うん、それやったら、0点でええねんから。はいはいはい。うん。うん。だから、なんやろうな。うん。でもあの、で、順当にみんな、ほんでそこで、買ったから売れるか、うん、また頑張って、まあ、仕事が増えるかっていうのは、これからの努力やと思うけど、うん、そうですね。これすべてね、あの、やっぱり、なんか言うやん。あの、審査員を変えなあかんとかな。影響力がね、あるとかね。あ、そんなんないと思いますよ。実力ですよね。おもろかったらおもろいし。うん、だって、せやんって過去のお笑いさんとか知らんのかなとか思うね、うん。おもろい人は、なんかガガーって来てんから。うん、そやろ。そうですね。うん、ほんで、その時に、この人面白いわって言うた、ああ、言う人が影響力あったら、それでええけども、あ、うん、っても落ちていく人間、うん、ね。はい。ほんまに。いますからね。おったやろ、はい、だから、まあ、何、笑いはどうなんかって、もう、勝負したらええやん、それやったら。そうですね。うん、なあ。セカンドっていうのにな、いうのがあんねんから。
や、今回のその板尾との写真。はいはい。まあ、序章やね。序章。今後。言うて、告白するみたいな。セカンドやれへんか。出へんかってさ、もういいやろ、そんなんって言いそうな感じはするけども。まあね、でも出たら面白いですよね。でもネタはやれへんかって。はいはいはい、ああ、時間があれば、やろうかって言うかもわからんし、うん、まあ、まあね、まあ、役者さんとして漫才師を演じろやって言う言い方しようか。はいはいはい、確かに。っていう、はいはい。俺は漫才と思ってやってるけど、お前は役者ドラマと思ってやる。で、やれやって。芸人の役の。そうそう、コント。コントもドラマの間でやってくれやって。で、俺もなんぼでも突っ込める。そんな前やと笑えへんねんって。遅い遅い。っていうのも、あるんではないかなとか思うところでございますので、ぜひともね、期待はしていただいてもいいし、ただ、ファミリー派閥っていうのの、世間の方々はちょっと勘違いしてるのではないかなとか思いますけどね。いつまでも新人の気持ちでやらせていただいております。無所属で。はい。よろしくお願いします。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。